どうもおはようございます。おはようございます。いやいや、自社 TV とはトミーとアニーのコンビ自社が毎回大好きな曲のミュージックビデオを紹介し、あなたと同時視聴しながら音楽っていいねを共感していこうという知的感情より音楽教養番組かっこゆるめミックスです。さあですね、はい、今日はじゃあ参りましょうか。おう、はい、じゃあ曲紹介です。今日ね、はい、もうやたらめったら英文が長いんですよ。だからものすごくゆっくり、はい、その英語とか発音していきます。ああいいですね。難しいんで、はい、じゃあまず曲名からいきます、はい、曲名はですね、はい、When the sun goes down、うん、Arctic Monkeys。 おー、素晴らしい。7インチはこちらでございます。はい、これね、あら、これちょっとなんかモノクロな街角が映っておりますけど、はい、ミュージックビデオの世界観が、はい、まあ、こういうモノクロな感じだったり、こう街角っていうのはキーワードです、ね、あ、そうなんですね。そうなんです。これセカンドシングルで、へえ、まあ売れたよね、これ、ね、これいつリリースされたやつ。これは2006年かな。あ、じゃあそこそこ新しいっていうか。そう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 、へえ、なのよね。なるほど、素晴らしいんですよ。いいっすね、はい、これね、はい、現時点で、はい、UK ロックで、はい、一番売れてんじゃないかなと思ってます。ああ、でも聞きます、名前は。でしょ、全然聞きます。オアシスの次に聞くのは、はい、多分アークティックだと俺は思ってる、うん、そのちょっと聞きますね。 UK ロック少しでも興味がある人だったら、はいはい、アークティックは必ず通ってると思っていて、はい、はい、確かに現状ナンバーワンです。おお、これ言い切っていいんじゃないかな。なるほど、うん、いいっすね。すごいのよ、すごいバンドなの。それがついについに紹介できると。そうでさ、最近のこうバンドの売れ方ってさ、はい、アニー的にはどういうルートで売れていくと思う？そうですね、だから昔だと意外とまあライブとかそういうのもあったんですけど、うん、今はやっぱりこう YouTube とか、はいはい、そういう配信系とかが、うん、やっぱり人気になるんじゃないかなと、ね、はい、やっぱそっから行くよね、はい、SNS とか。そうそうそう、はい、まさに、はい、アークティックモンキーズは、うん、いわばそのインターネットを介して、うん、売れた多分もう一番最初の年代のバンドなんですよ。ああ、じゃあやっぱそういう感じなんですね。そう、すごいの。あの今でこそ、まあ、あの、まあ、ツイッターなりインスタグラムなりいろいろあるけども、うん、昔マイスペースってあったでしょ。はい、ありましたね。まあ、今もあるのかな。今もあるのかな。ありますよね、多分あるけども、フェイスブックより下というか、まあ、下火だし。僕アカウントまだあると思う。そう、俺もあるんだよ。もう2つぐらいあって。あります、あります。もうだからその、なんていうの、その地獄みたいなところに巻き込まれてる。あります、多分マイスペース地獄みたいなところ。なんか時々聞きますもん、マイスペースのアカウントどうすんの的なやつ来るでしょ。はい、それがあると思う。そう、だからみんなやってるぐらいマイスペースってやっぱすごかったんだけど。はい、そうですね。そう、そのね、マイスペースから売れたのよ。あー、なるほど。これね、びっくりしたよ。そっか、だからその後 Facebook だ Twitter だと言っちゃってってことですね。そうそうそう、当たり前じゃん、今となっちゃう。そうですね、マイスペースからっていうのは本当珍しくて。だってマイスペースって意外と音楽系の人が結構やってたイメージありますよね。そうそうそう、ああそうだそうだ、うちもそんな感じでしたもんね。でそれで、まあ、ファーストシングルですよ、まあ、これも長いんですけど、はい、I bet you look good on the dance floor っていう曲があるんだけど、はい、それファーストシングル。うん、それがマイスペースでものすごい今でいう、まあ、バズる感じ、はいはい、すごく人気が出て、そっからなんですよ。その曲がとりあえず全米で全 A か全 A で1位取って、うん、瞬く間にブワーってなってって、はい、そのね、なんだろうな、あのボーカルのアレックス・ターナーって言われて、はい、アレックスのね、声色、はい、ボーカリストとのしての声の、はい、その特徴もすごく良くて、うん、めちゃくちゃかっこいいの。あ、いいな。いや、声ってほんと重要ですよ。そう、特に男は。でしょ、はい、うん、思いますね。でね、なんかすごくいいとこの子なのよ、はい、アレックスって、はい、お父さんお母さん、まあ、学校の先生 で、 おで音楽的な教育も受けていて、はい、頭もいいっていう、おすごいいいとこの子でちゃんとしてるんだけど、声の感じとか、うん、その下町感、コックニー感というか、ちょっとやから感も出てるっていうところが、うん、多分そのイギリスのほら階級社会の中で、はい、言っても労働者階級が多いじゃない、まあそうですね、中産階級、はい、その人たちのなんだ、悪態つく時の声とか、うん、イントネーションとか、はい、そういったものがアレックスの声とすごく親和性が高いというか、あ、なるほど、言ってそうみたいな、はい、
なんか友達にいそうみたいな感じの親近感もあって、はいはい、もう全年代全階層、はい、階級にブワッて売れたんだよ。それも才能ですよね。めちゃめちゃ才能、そこら辺はめちゃくちゃ才能、やりようがないもんな、そこら辺に関して。そうなんだよね、そのね、なんかもうルックスの良さと、うん、あと声の良さと、うん、あと文学性だよね、やっぱ頭いいから。ーあーいいですね。そうなの、そうなの、完璧っすね。完璧なんだよね。へー。で、まあ、その今日の曲が、うん、When the sun goes down って、まあ、日が沈む時っていう意味だけど、うんうん、それもいわば物語としては、うん、曲の物語としては、うん、なんだろう、その売春してる女の子が、はい、夜その街でね、いろいろ立つじゃない、うん、道端に、はい、でそれを裏でこう操る、言ったらその仕切ってるやつとか、はい、そういう街の中、影の部分、はいはい、夜の部分、日が沈んだ後の暗い部分、はい、っていうのを小説的なあのアプローチで曲にしてるみたいな、はい、すごい。だからそういうなんか暗部というか、うん、社会の暗部っていうところを文学的に綴ってるっていうね、うん、あ、いいですね。作品性の高さ、その闇を、闇を歌にして、そう、あ、いいですね。で、和訳を見るとやっぱおしゃれなのよね。その直接的なこと言わないんだけど、はい、すごく良くて、へえ、頭いいですね。頭いいのよ。印象的なフレーズがあって、はい、ロクサーヌっていう子が、まあ、要はその街角に立つという、はい、まあ、フレーズが出てくるんだけど、はい、それってもともとポリスって、はい、キングのやりましたね、はいはい、曲あるでしょ、はいはいはい、そのロクサーヌっていう曲の中で、はい、ワンフレーズあって、はい、ロクサーヌ You don't have to put on the red light っていう、はい、まあ、一番最初のフレーズがあるんだけど、はい、要はその赤いランプをつけなくていいよ。だから客を撮るときに、はい、多分部屋のランプであったりとか、飾り窓の、飾り窓、はいはいはい、ああいうランプをつけなくていいよ、もうそういう仕事やめてよっていう歌なんだけど、はいはい、その印象的なフレーズを、はい、When the sun goes down には入れてる。要はポリスのその一節を入れて、なるほど、そうそう、あ、なるほど、じゃあもう完全にそういう売春の、はい、その街の風景、うん、歌なんだなっていうのがその一節で分かる。で分かると、そう。映像としては、はい、まあかっこいいよね。お、うん、まあ、短編小説、短編映画か、はい、みたいな作りになってるんだけど、はい、で実際そのミュージックビデオから派生して、うん、あのスカミーマンっていう映画ができたぐらい。で、まあ、設定は大体同じ、その曲の中 の、はい、その女の子の設定で、はい、短編映画本当に作られたっていうぐらい、すごい、結構ちゃんとしてるというか、はい、すごく見応えのある、あ、いいっすね、ミュージックビデオなんですね。あら、これ見たいっすね。さあ、じゃあ見てもらおうかな。はい、手順はこちらで。おお、この番組の楽しみ方、1、もう一つ別ウィンドウを開きます。2、今回の曲を YouTube で検索します。3、演者と同時に再生。4、あら楽しいです。さあ、検索の方法は、はい、マークティックモンキーズ When the sun goes down オフィシャルビデオですね。ほう、はい、見てもらいましょう。これね、かっこいいんだ。曲もすごくかっこいい。あら、いいですね。そう、いきます。よーい、スタート。主人公の女の子だね。このさ、着飾らない感じがさ、はい、すっごくリアリティない。あ、いいっすね。アメリカ映画だったらすぐさ、ボディコンシャスの服着るじゃん、はいはい、いかにもな、はい、そうじゃないっていう、はこのね、アプローチやばいなと思って。本当ちょっと映画みたいな撮り方してますもんね、うん、してるしてる。これやっぱ歌詞とリンクしてるんですか、ある程度。うん、ある程度してる。うん、こっからめちゃくちゃ盛り上がるのよ、ライブとかと。すげえ。曲もすごくかっこいいから。もうイギリスって言ったらああいうなんか団地感っていうか、はいはい、集合住宅感、うん、ありますね、イメージあるよね、はい、
このちょっと鼻にかかったアレックスの声っていうのがやっぱすっごくかっこいいのよ。なるほど。本人たちもちょっと本人ですか、うん、そう、あら、カメオ出演してすげえ。またこのさ元締めみたいのってさ、アメとムチで優しくすんだよね、逃げられないように、逃げられないように開示をするためにさ、はい、なんかどっちか分かんなくなってきましたね。そうね、はい、ちょ似てるよね、すげー似てます似てるよね、客なのかね、どっちか元締めなんだろうな。見応えあるな、やっぱり。いや、これ見ちゃいますね。うん、すごくいいな。まあ、この曲自体はセカンドシングルになるんだけど、はい、これもまあ売れて1位だよね、もちろん。あ、この役者さんいつもこんな役ばっかり。いや、すごいっすね。素晴らしいっすね。なんかいいでしょ。いや、すごいな。いや、いいおしゃれですよね、その湧き出るおしゃれ、うんうんうん、おしゃれ感、うん、いいっすね。いいね。いや、だからまあ映画になりますわ、そら、うんうん、なんかもうすでにこうストーリー性がちゃんとあって。そうね、いや、かっこいいわ。ちゃんと音楽もやっぱかっこいいっすね。そうなの、ちゃんとそうなの、うん、マスターダムになるの早かったよ。そのだからファーストシングル「アイベッチュ」が売れて、はい、まあ、アイベッチュって言わないからダンスフロアって言うんじゃないか、はい、ダンスフロアって曲が売れて、で2曲目のこの曲も1位取って売れて、はい、でアルバムの「Whatever People Say I Am That's What I Not」っていうアルバムがあって、はい、それももちろん1位だし、もうだからすごい、本当にすごいっすね。18とかだよ、それ。すごいっすね。めちゃくちゃだよ、すごい人気になって。すごいな。でもその年のアルバム出た年のレディングリーズの、はい、もう多分夜に近いヘッドライナーに近い時間で、はい、もうやってるし、まあスターダムにギューンっていって来ましたね、うん、あとやっぱさ、オアシスが生まれた時とか出た時は、はい、そのオアシスのフォロワーで似たようなバンドブワーって出たのね、はい、もちろん、はい、やっぱアークティックもまあ後進のバンドも、あ、似てる似てるみたいな、まあ出ますね、圧倒的だったから、あ、こんな感じ俺もやりてえっつって、いや、そう行きますわ、行くでしょ、だって日本にもいたもん、そういうバンド。日本でもなんか人気出そうですからね。そう、でもあえて言わないけど、似すぎてるから、あえて言わないけど、いるんですね。アークティックにめちゃめちゃ影響を受けたバンド2バンド3バンドいますね。いや、そらそうですわ、しゃあないよね、こんなキャッチーなのは。まあほっとかないですよね。そうなのよ、ルックスもいいし、詞もいいし、曲もいいし、はい、居姿もいいしね、なんか佇まいも、うわ、こんなロックアイコンいないよ。だからもうナンバーワン、完全に。なんか運転が下手とか、ああ、そういうの可愛いのあってほしいね。そういうの欲しいんですよね。欲しい欲しい。残念でした。残念ですね、これ、はい、スーパーバンドでした。ちょっと当分これは落ちそうにない、ね、落ちないですよ、もう全然。もうここでオンリーワンですもん。いいですね、素晴らしいバンドでございます。あ、まだ聞きたいですね、いろいろありますよ、全然あります。すげえかっこいい曲いっぱいあるから、ね、うわー聞きたい。あとフェスのね、はい、YouTube ちょっと検索してみてください。おお、もうこの When the Sun Goes Down の曲でもいいですし、オフィシャルとかであるんですね。オフィシャルもあるけど、おあるし、まあ、BBC のもあるし、天才とかもあるし、そう、天才のもあるし、はい、それちょっと見てみて、すんごい盛り上がる、見たい。
本当それ見たかったんだけど、はい、前回僕のターンの時にコールドプレイのライブ見たじゃん。見ました、はい、そのライブ行きたすぎてそんなばっか見てちゃダメだと思ったから、はい、確かに今回ちょっと普通に戻しました。ちょっとライブ用意しちゃいますからね。ライブ用意しちゃうでしょ、はい、だからそれをちょっとご自身で見ていただけたら確かに思いますですね、はい、まずアークティックは When the Sun Goes Down でございました。おありがとうございます。ありがとうございました。